こんにちは、インセルです。まあね、結構自由な時間が増えて、まあ過去を振り返ったりね、ちょっと自分のそのことをちょっと見直したりする時間が増えたわけですが、自分がどういう人間かっていうのが、本当の意味で分かってきたなという感じで、そこからですよね。だから自分がそういう自分のスペックとかそういう程度が分かってから、はい、ようやくやることが見つかるみたいな。普通の人よりも全然もう、なんかちゃんとしてこなかったっていうのがあるんで、全然まあスペックは低めですが、まあ高卒ですし、まあ、大学も出てないですしね、それどころか免許もないですからね。高卒でも免許ぐらいはね持ってますからね、みんな。その免許もないですし、まあ、職歴もなければ、まあ、あんまどうでもいいですから、まあ、携帯もガラケーで。私個人としてはね、結構まあこれでも、まあ、挫折というか味わってきた方なんで、まあ、挫折っていうほどでもないかもしれませんが、その他の他人から見たらもう、そんなそこまで努力 したわけでもないですし、自分なりには頑張ってきて生きてきたつもりですが、なんかね、まあ、あんまり、まあ、結果が伴ってないというか、ね、人間ね、やっぱり誰しも、自分はね、まあ結構できる人間なんじゃないかってやっぱ思ってる節はあると思います。私もまあ20代の頃は特にね、はい、一人暮らしも全然もうお金なくったって、はい、もう別に平気やみたいな感じで、はい、ほとんどお金持たずに来たわけですが、まあ実際なんとかなりましたしね、はい、とはいってもそれは単に、はい、結構ねうまくいったってだけであって、私がその優秀ってわけでもなかったんで、別に、はい、なんとかなると思えばね、大抵のことはなんとかなるんで、まあ、とにかく今やりたいことは、まあ、なんとかバイトを探すことですね。バイト探しても、正直、ハロワでね、ハロワのその紹介とかでちょっと探そうとは思ってないんですよね、もう。はい。あんま見つかるとも思えないですし、あったとしても多分、まあ、私に合いそうな仕事はないかなと、なんとなくわかるんですよね、もう。はい。まあ、下手れですから、きついのは無理ですし、体力あるとのとはまた別なんですよ、きついのとは。はい。なんでね、単純にやっぱりどっか、張り紙とか、その、店頭で広告、求人広告見て、店頭の求人の張り紙見て、それで探すのが私好きなんで、もう今までもずっとそういう感じでやってきたんで、はい。やっぱりね、その現場も見えるんですぐに、その方が一番安心できるかなと。まあ、何より、まあ、近場ってのもあるんで、まあ、幸いやっぱ大阪住んでるんで、そういう、まあ、大阪に限らず、地方都市、ね、アルバイトするぐらいだったら全然、まあ、困らないはずなんで、ちょっとね、梅田の近くで働いてみたいなと思ってるところも部分もあるんで、はい、梅田周辺、まあ、難波の方でもいいですが、あっちはよく行ってるんで、まあ、ですんで、まあ、ハローワークあんまちょっと当てにせずに、はい、ちょっと自分の足で梅田周辺あたりをめどに、まずはバイト探したいと思います。というわけでね、ちょっと自分のことをちゃんと知った上で、はい、ある程度自分に合ったその生活をしていきたいなという話でした。はい、ありがとうございました。